北国新聞ニュースをお伝えします石川県の谷本正則知事は昨日、県庁で記者会見し新型コロナの感染者が増えていることから帰省や会食、初詣を慎重に判断するよう県民に呼びかけました谷本知事は昨日の会見で今が正念場、慎重の上にも慎重に判断し 年末年始は静かに過ごすことをお願いしたいと話すとともに、休暇の分散取得を促しました。また、年末年始に発熱などの症状があれば、県内に30カ所ほどある休日当番以下、県発熱患者等受診相談センターに連絡するよう求め、24時間対応で検査が受けられる相談体制をとると説明しました。 さらに感染拡大防止県民相談センターと事業者支援ワンストップコールセンターは毎日新型コロナ関連再就職緊急サポートデスクは今月29日と30日に相談を受け付けるとしています。全国ののの高校生がが料理の腕を競う和食甲子園が来年の夏 2年ぶりに金沢市内で開かれることが昨日決まりました。この全日本高校生和食グランプリは食文化を発信し、若手の料理人を育てようと金沢市などが主催して去年から始まり。今年は新型コロナの影響で中止されました。大会の開催委員会が昨日金沢市役所で開かれ。 感染予防策を講じて行うことなど大会の概要を了承しました概要によりますと大会のテーマはだしを使った和食で高校生が2人1チームで参加し書類審査を通った6チームが来年8月10日の決勝大会に臨みます参加チームの募集は来月から4月16日までです 金沢市の湯和湖温泉街で2週間ほど前から野生の猿が相次いで出没し、住民や旅館の経営者は人に危害が及ぶことを懸念しています。住民などによりますと、野生の猿は温泉街の福神橋や家と家の間によく出没し、4日前からは人前にも頻繁に姿を見せています。 昨日も午前10時半ごろ、40代の男性が湯泊町で住宅の玄関前に居座る猿を目撃しました。その猿は、名屋に逃げ込み、2階の窓から様子を伺った後、姿を隠したということです。猿によるけが人や農作物の被害は、今のところ出ていません。冬場に猿が温泉街で姿を見せることは珍しく、 人への危害も懸念されるため岩木町会は今夜役員会を開き捕獲や檻の設置を検討します。今年度の地域文化功労者に県内から一般財団法人石川県芸術文化協会と県美術文化協会副理事長で彫刻家の野畑幸之助さんが選ばれました。 地域文化功労者は地域の芸術文化などの振興に功績があった個人や団体を称えて文部科学大臣が表彰します。石川県芸術文化協会は文化のあらゆる分野を網羅した県内唯一の総合的な団体として1996年に発足しました。1999年から始まったビエンナーレ石川。 秋のの芸芸術術祭祭は県内最大の総合芸術祭としてて高く評価されています現在86歳の野畑さんは高校在学中に現代美術展に初入選しその後出品を続け1980年と翌年に日展の特選2005年には北国文化賞を受賞しています。 地域文化功労者の表彰式は来月二十四日に京都市内で行われますキャッチボールの全国大会で三位に入った河北市の高松中学校野球部が昨日、油野和一郎市長に受賞を報告しました日本プロ野球選手会が主催するキャッチボールクラシックは七メートル間隔で 二分間のキャッチボールの回数を競うもので、高松中学校野球部は、今月5日の全国オンライン交流会で132回を記録しました。野球部の1、2年生9人は、昨日う、河北市役所を訪れ、油の市長と山越光教育長に全国3位の成績を報告しました。高松中学校野球部の大西人市首相は、 優勝できなかったのは残念。練習を重ね、春夏の大会を頑張りたいと意気込みを語りました。加賀市の須郷磯部神社の宇治子たちが、締め縄などを作り、新年を迎える準備を進めています。須郷磯部神社近くの作業所では、昨日う、宇治子で作る法産会の会員7人が、 稲藁を丁寧に編んだ後、橙や地元産の譲り葉、裏白などを飾り付けて、締め縄と締め飾りを作っていました。法産会は、今月25日までにおよそ1000本押し上げ、宇治子の玄関などに飾ります。締め縄と締め飾りは、JA グリーン香賀元気村でも取り扱います。 北国新聞ニュースをお伝えしました。